お化けのダンスパーティー。ある日、天狗に手紙が届きました。その手紙には、次の満月の夜、見晴らし山の頂上でダンスパーティーを開催します。日本のお化けと仲良くなりたいので、ぜひ友達と一緒に来てください。海の向こうの妖怪より、と書いてあります。ダンスなんてやったことがない。それにわしは恥ずかしがり屋で、友達なんていない。はて、どうしたものか。コウモリは、お待ちしております、と言うと、パタパタと帰っていきました。そこへ六六首が通りかかりました。何を困った顔をしているんだい？天狗が手紙を見せると、ダンスパーティーなんて素敵じゃないか。私も参加するよ。何を着ていこうかな。そう言うと、スキップしながらどこかへ行ってしまいました。その後も一旦木綿や一つ目小僧など、いろんなお化けが噂を聞きつけ、天狗のもとへやってきました。パーティーだって？僕も連れて行ってくれよ。というので、みんなで行くことにしました。日は流れ、ダンスパーティーが開催される満月の夜になりました。さあ出発しよう。えっちらおっちらとみんなで見晴らし山を登り、頂上までやってきました。すると、迎えてくれたゾンビとコウモリがひそひそ話を始めます。おい、天狗に友達はいないんじゃなかったのか？困ったな。天狗の分しか料理を用意してないよ。それを聞いた他のお化けたちは怒り出しました。天狗に友達がいないだと？そんなわけあるか。みんな立派な友達よ。それを聞いた天狗は恥ずかしいのと照れくさいのとで顔が引きつっています。騒ぎを聞きつけた吸血鬼がやってきました。一体どうしたの？みんなが事情を話すと、吸血鬼は、天狗さんには素敵な友達がたくさんいたんだね、と嬉しそうに言いました。パーティーのお料理が足りないんだ。手紙を届けた時に友達がいないと言っていたから、ごめんなさい。吸血鬼が困っていると、よし、私たちに任せて、と声を上げました。あずき洗いはおいしい和菓子を、化け狐はたくさん油揚げの料理を作りました。こんな料理見たことがない。妖怪たちは初めて見る料理に嬉しそうです。料理が出来上がると、素敵な音楽が流れ始めました。今日は新しい友達ができた素晴らしい日だ。天狗もいつの間にか恥ずかしさがなくなり、みんなでダンスパーティーを楽しみましたとさ。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作る。